どうもどうも、ジャンプ部屋おじさんです。本日は2021年4月14日でして、週刊少年ジャンプ19号から新連載の青の箱、三浦浩二先生の青の箱の感想を話してみたいと思います。実は以前読み切りであった、作品でして、作品タイトルも、そのまま青の箱なんですが、ぶっちゃけ私は、面白いけど連載には ならないだろうなと思ってました。しかし、蓋を開けてみれば、連載となりましたので、私は多少うろたえております。さて内容の方ですが、今まであるようでなかった、あったかもしれませんけどあるようでなかったスポーツが題材となった、ラブコメ漫画です。青の箱とは青春の青とそして箱、体育館を指しているものだと思います。主人公はバドミントン部、ヒロインはバスケットボール部ですので、まさに体育館での競技といえます。そしてまあ第1話の感想なんですけど、まあ読み切り版を、なぞってるようななぞってないような感じだと思うんですけど、確かなぞってないと思いますけど、まあ読み切り版とは違って、2人目のヒロインとなりうりそうな、主人公の幼馴染的な女の子が出てきたりして、連載版との変化も見れました。そしてまあそのまあこれはネタバレになるとあれなんですけど、今現在も連載している、篠原健太先生のウィッチウォッチ、ウィッチウォッチは、魔女と、鬼の使いまである少年の同居ラブコメでありましたけど、なんとこの青の箱のラストシーンでも第2話から、主人公とヒロインの同居が始まるという、まさかの設定かぶせが行われて、私は多少驚愕しているわけであります。そしてまあ私が読み切り版で、連載には向いてないんじゃないかなって思っていた部分なんですが、まあなんと言いますか、スポーツを題材にしておりますけど、まあ、スポーツを頑張る漫画じゃなくてスポーツをしながらラブコメを頑張る漫画という印象があったわけでして、それがまあ連載版になったとしても、まあ、同じようなニュアンスで進んでいくんじゃないかと思います。まあ、だから、スポーツ漫画、例えば配球とか、黒子のバスケのように、スポーツを頑張るというよりも、スポーツが頑張ってる様子っていうのがと同時並行でラブコメを頑張る漫画になるんじゃないかなと思われるわけです。まあ、ですので、バドミントン経験者からすれば、バドミントン漫画としてはあまりバドミントンシーンが描かれないから、物足りない、バスケ経験者にしては、そんなにバスケットの試合シーンが描かれないから物足りないというような感じになるのじゃないかと思います。まあおそらくまあこれはあくまで私の予感なので、主人公やヒロインがスポーツで頑張る姿も、あると思うんですが、少なくとも、第1話においてはそんなに、部活をしているシーンというのはまあ重要ではなかったような気がします。まあ、少なくともそのバドミントンとかバスケットボールの技術の話とかは全く出てこなくて、まあ、部活をしながら気になる、女の子の先輩を、見ているみたいな内容でした。はい。まあ、だから第2話からどれくらいスポーツ部分っていうのが描かれていくかというのがこの連載の、継続の分水嶺だと思います。まあ、例えば、バレーボール漫画の配球とかでは主人公とかはほとんど恋愛するということはないままに最初から最後まで部活試合をやりっぱなしだったんですけど、まあ、この作品は多分スポーツシーンっていうのは最小限で、まあ、ラブコメの方に全振りされていくんじゃないかと思います。それが読者にどのように受け取られるか、そこは私も注目していきたい部分であります。はい。そんな感じの、ジャンプ感想でした。新連載青の箱、第1話面白かったです。第2話も期待しております。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。